はい、どうも FF13 じゃないですね。こういう終わり方してないですね、前回ね。前回っていうか動画だったらもうほんの数秒前か。はい、ということで、動画では数秒かもしれないし、まあ一瞬かもしれないですけど、まあ自分は結構時間が経ちました。で、レベル上げをねしてきました。で、結構ね、このこっちから見せた方がいいか。結構ね歩き回ったんですよね。ミッションやりつつ、このなんだっけ、ルシの、名石か、名石、名ん名石名碑合ってるのかな、わかんない。これ、ね、やりつつ、のミッションをね、サブミッションやりつつ、もうめちゃくちゃ歩き回りました、こうやって。はい、という感じになってます。まあ全部やってないんですけどね、さすがに。一応歩き回ってもここら辺、こことあと どっか この先だったかな、かなんか行ったぐらいですね。まあ、ほとんどこの平原をめちゃくちゃ歩き回りつつ、まあエンカウントして敵倒してっていう感じで、育てました。なんか多分ちょっと育てすぎたかなっていう思いもあるんですけど、まあいいでしょう。で、結構なんかいろいろ増えてるんですよね。やってる間これ、ここら辺は全部見てなくて、なんでまあ一応見ていこうかなと。あ、これですね。これテレポートができるようになりました。このミッションをクリアすると、まあ、テレポに変換して、まあこれを利用することで、まあテレポートできると。これめちゃくちゃありがたいですね。結構広いんでね、ここ。ありがたいです。で、エネミーレポートね、まあ毎回見てないんですけど、まあこういうやつらと会ったよということで、さらっと見ていきましょう。ここら辺ね。あ、こいつね。こいつもいたな。おおおお、はいはいはい。こいつらもいたね。いや、こいつらいたか？いや、いたな。多分いたな。あんま覚えてないな。で、これですね。これもいたな。こいつ、あいつはミッションであったんかな。こいつも、まあ、別のエリアにいて、これはあれですね。めっちゃ硬いやつ、なんか足バージョンみたいな。こいつの足バージョンみたいな。まあ、相変わらず硬いだけでそんな強くはないっていう。で、これ飛んでるやつですね。上飛んでるやつで、これ。で、プリン系と。あ、こいつもいました。こいつめっちゃでかいやつがいました。これもね、なんかちょっとエイリアンチックで。なんだこいつみたいな感じですけど。で、トベヒーモス。これが、まあ、前回というか、まあ、ちょっと前に、ボッコボコにされたあのベヒーモスですね。あ、違うか。これじゃないか。これは違うわ。これミッションであったやつだ。ボッコボコにしてやったやつだ。ハイダービーモス。こっちですね。前回というか、ちょっと前ボッコボコにされたやつ。で、まあ、一応これもね、倒せるようにはなりましたが、立ち上がった時の攻撃で、まあ距離にもよるんですけど、ワンパンで結構死んじゃうことが多くて、まあそれがね、まあ今でもワンパンなんで、まあ近い距離だと、まあそれをちょっとどうしたものかなっていう感じで考えてます。で、まあその結果、あ、まだいいか。あ、これね、これなんかよくわかんねえっていうのはこいつ。こいつもね、ミッションで、倒したんですけど、なんか、やたらずっとライトニングだけを放棄し続けるっていう謎のモンスターです。よくわかりません。戦闘、でも違うか。訓練用とかでもないもんな。これもミッションかな？多分ミッションですね、こいつも。覚えてないです。で、施設が増えてた。あ、これだ。これちょっと別エリア行っちゃった時に撮ったやつですね。ヤシャス山。グランパレスの南部に位置する山岳地帯。見晴らしのいい高原地帯や、切り立った断崖、絶壁に囲まれた山道、倒れて朽ち果てた巨木など、複雑な地形が形成されている。最南端のボート、パドラは、かつて栄えた都市国家の廃墟。高度な文明が発展していようだが、今はや市街の
巣窟となっているということで、このパトラはちょっとよくわかんないです。はい、談笑っていうのはこれ増えてるんですよね。これ何なんだろうな、全然わかんないですよ。多分、まあ、ミッションクリアした、何個かクリアしたらトニー入るやつなのかな。01、消えた神々。輝ける神は滅びゆく万物を嘆いた。強き神は未来を求めて世界を開いた。賢き神は真実を求めて英知を極めた。愚かな神は何も求めずただ消え去った。ある神は己の断片からファルシを作った。ある神は消えた神の名残から人を作った。やがて全ての神々が世界を見放し去っていった。ファルシも人も創造主に見捨てられ孤児となった。ああ、これがあれですね。シドウが言ってた。消えた神っていう話か。これによると、神様は複数にいるっていうことなのかな。己の断片からファリシュを作った。なんかあれだな、やっぱ日本神話みたいですね。なんかたくさんの神、まあでも神ではないか、ファリシュはめちゃくちゃ数多いファリシュがいたりだとか、ヤオヨロズいたりだとか、まあ、己の断片からファリシュを作ったって、これもありますよね、日本神話で。消えた神の名残から人を作った。あ、そうなんだ。消えた神の名残から人を作ったと。でもやっぱあれなのか、名残だから断片のファリシよりは劣るってことなのかな。悪魔の巣窟。狡猾なる悪魔の眷属はグランパラスの美しき大地をえぐり、醜い眉を天に築いた。悪魔は眉を楽園とそぶき、民を誘惑して連れ去った。第一パレスの恵み深き血を捨てて、悪魔の誘いに乗った愚か者どもに呪いあれ。眉に抱かれし者は人間というと悪魔のしもべ。第一パレスを崇める者よ、天に挑んでも眉を滅ぼせ。あー、なるほど。なるほど、そういうことなのか、国運って。まあでもそうか、神とかそういう類がいるんだったら、まあ、悪魔とか邪神とかそういうのもいてもおかしくはないか。まあでもあとはこの悪魔が比喩的表現なのかガチの悪魔なのかに分かれるよね。こういう裏切って、国運を作ったファルシを悪魔って呼んでるのか、それとも本当に悪魔的なそういう種族というか存在なのか。まあ神を呼び戻そうとは言ってたけど、まあ神は神でもね、悪い方の神呼び戻そうとしてるのかな。これ結構あれですね、重要そうなクリップですね、談笑ってやつは。だから これやばいな、これ。これちょっと読んだの若干後悔してるな。まあいいか、まあ、とりあえず先進みましょうか。でここでね、さっきから飛んで、あ、そうだ。で、ワンパン、されるって言ってたじゃないですか。で、そのワンパン、これから先ワンパン系のね、何かが出てきた時用に、まあ、一応ね、サッツをね、ちょっとだけ、2個ぐらい、アビリティ2個ぐらいしかないですけど、まあ、ディフェンス上げて、これつけたんですよ、ディフェンス。で、まあ、別にサッツに耐えることを望んでるわけではなくて、そのライトニングがね、まあ、接近戦するわけじゃないですか、アタッカーで。なんで死んじゃまずいんですよね、やっぱり主人公というか、まあ、リーダーなんで、まあ、死んじゃうとゲームオーバーになっちゃうんで、まあ、そのワンパンとか、まあ、そういうやばいやつが出てきたら、ちょっとサッツにこれね、これで挑発してもらって、で、まあ、なんて言うんだろう、代わりにやられてもらうと。で、まあ、それをバニラがヒールしてみたいな。まあ、これはまあ一応緊急処置というか、まあ、そういう意味を込めてディフェンスサッツにつけました。本当に2つだけ、レベル1なんでね、2つしかないんですけど、まあ、別に耐えることを望んでるわけじゃないんで、まあ、挑発と、まあ、ささやかな、ね、なんだっけ、あれ、あのアビリティが、これライズガードがあればいいかなっていうことで、まあ、これで願わくばちょっと耐えてくれればっていう感じで、
まあ一番の目的は挑発ですね。まあこれでちょっとライトニングから、まあリーダーからね、ライトニングというかまあリーダー操作しているキャラクターからまあ敵を離していただくということで、で、まあ、一応ね試しはしました。あのディフェンスはこのベヒーボス、まあ、こいつらじゃないんですけど、まあ、1体いるこのキングベヒーボスに対して、で、まあ、うまくいく時もあればいかない時もあって、まあ、それはね結構立ち位置によって変わったりするんですよね。あ、これやばい、ちょっと無視したいんだよなこいつら。いやこれねやってる時めちゃくちゃ思うんですけど、立ち位置をね自分で決めさせてほしい。それでね死んだりとかしちゃうんでね。こっからいけるぞ。なんか今ちょっと変だったな挙動は。あ、ちなみにこっからは未知の世界です。こっちは行ってません。いやこれ本当思うんだよな、ディフェンス、ディフェンスもそうだしアタックもそうだし、なんか、ま、せめて操作しているキャラクターの立ち位置は決めさせてほしいな。この戦闘を、なんだろう、なんていうんだろう、こういうね戦闘のやり方だったら。なんか普通にね天とかああいう固定場所固定で、まあ本当に単性だったら別にいいんですけど、若干なんだろうな、単性とまあ普通の自由に動けるやつの間ぐらいじゃないですか、このモードって。なんでちょっとね立ち位置動かさせてほしいですね。あ、そうだ、あれだな、見たいですね。そういえば彼の召喚獣見てないんで、あーどうしようかな。か、あーちょっと一回こうしとこう。ちょっとどっか良きやつを見つけたらやりますか。これは違うな。だからまた機械チックのやつが出てきたな。いやでもあれだな、よく考えたら結構久しぶりだな。これあれかな、またあのなんだっけ、非殺傷だな、非殺傷だな、いらねえな。オープの召喚獣ってなんかなんだろうな、出てき方、現れ方というかタイミングが結構悪かった気がするな。なんかちょっと薄い気がしたな、他の人の召喚獣に比べて出てき方が。なんかあれですよね、まあ前回も言ったのかな、ちょっと覚えてないですけど、そのプレイヤー的にはグランパレスっていう場所に初めて来て、あ新天地だみたいな、結構変わったわけじゃないですか。まあ、今までずっとパルスとかグランパルスとか出てきてだけど、ずっと悟空にいて、でそれでやっとこのグランパルスっていう場所に来たわけなんですけど、まあ、それでまあ新天地だってちょっとテンション上がってる中、なんかそのみんなは勝手に一瞬のムービーで時を経て、なんかずっと何もない状態が続いてたみたいで、でまあなんかそうやってまあ、結構限界も近いと。それでその結果ホープの召喚獣が出てきたと。まあ、話を聞けばね全然その出てくる状態とかも分かるんですけど、まあ、気持ち的にはねなんか噛み合わないですね。やっぱりあのなんかあのちょっと重い空気というか、ホープがちょっとね弱気になっているというか、弱気になってるね、あの状態にちょっとついていけなかったですね。まあでもやっぱ個人的にあのスノーと若干和解した、今までずっと
スノーをぶちのめそうと思っていたホープがスノーを助けるあの瞬間に出てきてほしかったけど、まあでも召喚獣の性質上というか立場的にあそこで出てくるのはまあ無理ですよね。タイミング的にはめちゃくちゃ熱いタイミングだと思うけど、まあでも一回対立しないといけないですかね、こう召喚獣とこの主人というかルシは召喚した側は、まあ、なんであの状況だと対立する。おお、爆発すると思った。対立する、ね、構図が出来上がらないんで、まあそこではまあ出なかったんでしょう。え、ダメなの。あー、なるほど、取るか。あ、でもさっきなんかあるかな。まあでもあれだよな、そう考えたらコメントでもあったんですけど、テントは全然召喚獣の立ち位置違うよな、まあ、ナンバーリングによってね召喚獣のあれが違うっていうのがあったんですけど、まあっていうかもともとってかそもそもね、あれ自体違うよね、あれ自体見た目自体違いますからね召喚獣。あー、これはもうあれか、一番最悪なパターンだな、後で来るやつじゃん。いや違うか、あ、お久しぶりだなこいつ、昔会ったことあるよな、確かホープが乗って、強っ、わこれ死んだわ、なんか多分ちょっと育ちすぎたかなっていう思いもあるんですけど、まあいいでしょう、強っ、わこれ死んだわ、ホープが乗ってたやつだよね、楽しかったなこれ乗った時、てか懐かしいな、めちゃくちゃ序盤じゃん、あいいね、おらおらおまら、あーこれめっちゃいいな、めっちゃ便利じゃん、あアタックがなんかこれ死ぬじゃん、めちゃくちゃ死んだわ、サツ、あの時はまだホープが弱々の時だったな、死んだな、まあいっか、まさか、お復活してるまあいっか、これはなんかアイテムがあるだけっぽいしな、まあなんか召喚獣とかそういうの使ってやってもいいんですけど、まあいいですわ、よし、じゃあ先進みましょうか、あいつはマスか、あでも色違いだな、あいつすっげー出しやがった、すんげー召喚しちゃった、グランパルスのファルシが開いた道さ、今頃別の土地を耕してるのかな、なんかコクーンのファルシとは雰囲気違いますよね、周りも気にせず好きにやってるというか、まあな、ただうちらはこういう土地を利用して村を作ってた、ファルシと暮らしてるって点じゃコクーンとそう変わんねえよ、いやスケールが違うぜ、これだけ広ければ道はいくらでもあるか、グランパルス、マハーバラコード、なるほどね、リップ受信した、マハーバラ行動、ファルシアトモスが掘削した
岩窟を利用した行動、グランパレス文明を支える地下資源を採掘していたようだが、文明なき現在人間の姿はなく、同時に刺激されていた作業機械や警備機械だけが徘徊している。ああ、作業警備機械なんだあれ。おお、また復活し、ああいつで、ちょっとじゃあホープの召喚獣見てみましょうか。これちょっと顔怖えんだよな。さて速攻を出しましょうか。召喚アレキサンダー、アレキサンダー、よろしく頼みます。いいね。てかなんかめちゃくちゃ王様カードよな。白っぽいよな。なんかアレキサンダーかっこいいよなお前。あれから来てんのかな。んアレキサンダー大王みたいないなかったっけ。気のせいかな。そういう名前のいましたよね。何かが歴史上の人かな、わかんないけど。動きおっせえなアレキサンダー。まあでもそのガタイじゃそうか。仕方ないかそれは。まあでもその分やっぱ一発一発威力強いのかな。お、ファランクスって言うんだあいつ。かっこいいな名前。僕も手伝います。何なんだこれは。何回見てもわからんわ。あの敵を狙って。苛烈なる制裁、天罰、アースクエイク。あーすげえすげえ。あでもホープっぽいな、こういうつけ、こういうのつける。あのホープは違うか、バフか。え、何なんだろうなこれ、謎すぎるんだけど。まあ、白っぽいけどね、城壁っぽい。あでもすごいな、ちゃんとデバフつけてから攻撃するって。こいつ頭いいな結構。道を切り開くんだ。また会いましょう。強っ。すげえな。なんか一人だけちょっと規模違うような気がするな。アレキサンダー、いやいいな。なんかホープ、うん、なんかホープだからいい気がするわ。あれめちゃくちゃ合ってる気がする、ホープと。なるほど。ということでアレキサンダーでした。また会いましょう。